こんにちは、ネズミハープチャンネルのみかこです。先日演奏動画を投稿しました。こちらの投稿は撮影、録音、編集すべてスマートフォン1台で行いました。今日の動画はその撮影の裏側をすべてお見せしたいと思います。撮影機材だったり準備、編集、注意しているポイントなどをお伝えします。演奏動画を自分も撮りたいという方は最後までチェックしてください。それではスタート。はじめに機材の紹介をします。カメラはスマートフォンで、私は iPhone 12 mini を使用しています。マイクは同じく iPhone 内蔵のマイクを使用しています。 iPhone はね、かなり優秀だと思っていて、以前外付け用のマイクもいろいろ試しましたが、結局ホワイトノイズが入ってしまってうまくいかなかったんですね。また録音録画と別で撮る必要があり、編集が大変だったことや、機材が増えるとそれだけね、管理やコストもかかるということもあって、私は iPhone のマイクを使用することを選びました。ちなみにこちらは撮影用の iPhone です。普段は別のスマホを使用しています。マイクはすごく精密機器です。落としたりぶつけたりするだけで劣化してしまい、ノイズの原因になるので、私は撮影用と普段使い用を分けています。 iPhone マイクの特徴として、指向性が全方位ということがあります。つまり360度の音を拾ってしまいますので、撮影時は環境音に注意しましょう。特にパソコン関係や冷暖房、人の声などには注意です。三脚はスマホスタンドを使用しています。このようにネジでしっかり固定ができるタイプを選びました。撮影中動きませんし、ノイズも入りません。三脚の足元は小さいのですが、このようにね、3点でしっかりと安定しているタイプを選びました。照明は部屋の照明とリングライトを気分で使用しています。このね、リングライトを使うとちょっと肌がツヤツヤに撮れる気がします。また、部屋の照明を消してリングライトだけ使用すると、影ができてムーディーな印象を与えることもできます。次は事前準備編です。撮影前に確認すべきことをお話しします。まずスマホの確認事項3つです。1つ目は容量を確認しましょう。メモリが足りないとせっかく撮影しても保存ができません。次に充電をしましょう。これは分かりますね。3つ目は機内モードをオンにしましょう。こうすることで撮影中 LINE などの通知音が入りません。ですが連絡も入らないので、急ぎの用事がある方は要注意です。せっかく撮影するならば、衣装もこだわりたいところです。曲のイメージに合わせて選びましょう。この際に、呼吸はしづらくないか、腕は動かしづらくないかなども確認します。シワは事前にアイロンがけをしておきましょう。また、イメージ素材を集めることも行います。こちらは曲の表現の際に活用したり、編集でミックスすることがあります。自分や友達が撮影したもの、または著作権フリー画像と検索していただくと、たくさんのね、著作権フリーの画像が出てきますので、自分のイメージに合ったものを選んでください。こんな感じでたくさん出てきます。いよいよ撮影の準備です。まずはスマホをセッティングしますが、この時にアングルを考えてセッティングしましょう。カメラアングルも数パターンありますので、いくつかご紹介します。まずは全体が見えるバージョンということで、こんな感じです。ハープすべてが映りますので、音域が広い曲やグリッサンドの見せ場などではよく使います。次に手元アップバージョンということで、手元に寄って撮影しています。アングルが変わるだけで雰囲気がすごく変わりますよね。手元を見てほしい時や変化をつけたい時に、このように寄って撮影することがあります。はい、次は縦バージョンということで、こちらちょっと小さくなってしまうのですが、編集でこの背景を変えることができるんですね。私今黄色の部分の背景のところが変えられます。また縦バージョンにすることで、ハープやね、衣装がとてもよく見えるようになりますので、ハープや衣装を見てほしい方はこういったアングルもおすすめです。はい、最後は右手から撮影バージョンということで、先ほどとはね、カメラの向きが逆になりました。普段見えづらい右手の動きがよく見えます。ただこれ顔もよく見えるのでちょっと恥ずかしいんですよね。撮影アングルは他にもいろいろあります。気になる人は私の演奏動画をチェックしてみてください。まとめです。撮影前にアングルを決めましょう。この際にどこに注目してほしいのかを考えます。一曲の中でも場面に合わせて変化をつけましょう。気分は映画監督です。今回私は全体、手元のアップ、全体の3段構成を使うことにしました。
この場合は編集のズーム機能を使うことができるので、一曲通しでの撮影が可能です。左手側から右手側の撮影、横から後方の撮影など、アングルが大きく変わる際は一度カメラを止めてセッティングし直して撮影しています。曲によってアングルも決めてください。はい、ということで私は今回こんな感じのセッティングです。カメラのセッティングは離れた方が音割れが防げます。また編集でね、ズームできるので全体バージョンの位置から撮影しています。スマホは断然アウトカメラでの撮影をおすすめします。インカメの方が撮影は簡単なのですが、かなり画質が劣る傾向があります。セッティング後は必ず試し撮りを行います。この際に音割れのチェックや角度の微調整をしています。曲中で一番音量が大きい場所や高音域、低音域が見切れていないかチェックするので、ハープの全体を弾くようにしています。ちょっとね、これが一人で一台でやるとめんどくさいんですけど、この一手間が撮影のクオリティを上げます。いよいよ撮影です。着替えました。あとは演奏を頑張るのみです。それでは行ってきます。はい、ということで今回は4回撮影しました。この中から1つに選んで編集していきます。私がいつも使用している編集アプリのご紹介です。私はスマホアプリのinShotというものを使用しています。無料版のアプリなんですが、この子かなり優秀でして、このように簡単にズーム編集ができます。ズームだけじゃなくてフェードアウトの編集だったり、背景をね、変えることも簡単にできます。このトランジッションを使うと、はい、フェードアウトできました。こんな感じでね、画像と映像を合成することも簡単にできますし、文字入れなんかもねできるので、ちなみにこの動画もinShotで作っています。はい、ということで以上で演奏動画撮影から編集までのご紹介でした。ぜひね、皆さんが演奏動画を投稿するヒントや参考になれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。